埼玉県立不動岡高等学校は埼玉県加藤市不動岡一丁目に所在する公立の高等学校。以前は不幸という略称を用いられていたが近年では略さず不動岡と呼ばれることが多い。1886年に私立学校として創立したが1921年に埼玉県に移管され県立学校となった。 埼玉県の高校では、最古の歴史を有する。校勢は、出実合憲、文部両道。かつては、羽生文校、勝部文校、北川辺文校、記載文校の4文校が設置されていた。これらのうち記載文校は、廃校、他は、埼玉県立羽生高等学校、埼玉県立勝部高等学校、埼玉県立北川辺高等学校にそれぞれ改消。 さらに、昭和45年4月には、不動岡女子高等学校を、不動岡高校敷地内で、仮校舎を用意して開校させている。埼玉、茨城、千葉、群馬、栃木、福島県教育委員会における、隣接県公立高等学校入学志願者、取扱協定により、群馬県や茨城県方面からの入学者もある。 旧校舎の1号館ホームルーム棟内の2階から4階までの吹き抜け2003年から旧校舎取り壊し及び新校舎建設が始まり2007年3月に竣工した自家発電用ソーラーパネル設備があり正面玄関に発電量表示パネルが設置されているエレベーター2機が整備されている各教室にエアコン設備が完備されている 100周年記念館及び閣議場内に宿泊設備があり、長期休業中などに部活動が合宿に使用している。学校のシンボルの一つ、校舎と東グラウンドの間にあった。1965年に皇帝東側桜並木の廊下のため、伐採した後に植樹されたが、2009年に倒木の恐れが出たために、健常な一本を残して伐採された。その際に、 お別れの会が催された。新校舎建設とともに、新しくさらに高性能な直径20センチメートルの屈折望遠鏡が設置され、主に地学の授業と天文部で活用。6月の第1週に行われる学校祭のオープニングとして、家市街をパレードする。生徒会、吹奏楽部などが中心となり、各部活、クラスの代表が仮装して、市内を練り歩く。 毎年6月に実施。1983年までは毎年9月に行われていた。毎年生徒からテーマを募り、それに準じた学校祭名が付けられる。毎年6月、文化祭の直前に実施。1年生から3年生までの組を、クラス関係なく、まとめた9つの段で競い合う。学校近辺に住む生徒は、徒歩で、かすかべ、くき。 ハブ方面からは、東武伊勢崎線、ハスダ、栗橋、小賀方面からは、JR 宇都宮線、木西、高野ス方面からは、朝日バスを利用して通学してくる。バス停留所は、少々離れた場所にあったが2018年3月26日に、経路変更し、学校の近くに停留所が新設された。自転車通学者も多い。市内は元より、行田。 コーノスなどの遠方から通学する生徒もいる。男子は一般的な黒の爪木学生服。女子は冬は黒のブレザーで中にジャンパースカート。男女共に夏は上着を着用しなくても良い。2001年度から導入された週3日の90分。授業は2006年度をもって廃止され、2007年度より65分5次元授業制になった。2009年度からは、 各州で土曜授業がある。2018年度からは50分授業制、土曜授業は4次元になった。運動部卓球部サッカー部女子、ソフトテニス部女子テニス部男子ソフトテニス部男子,テニ,部男子テニス部、野球部陸上競技部ラグビー部男子バレー部、応援部剣道部女子バスケットボール男子、バスケットボール男子バレーボール女子、バレーボールチアダンス部、水泳部文化部吹奏楽部演劇部音楽部、 天文部理科学部科学部写真部新聞部放送部、文芸部総局部作動部稼働部書道部,部 ESS 部、図書部競技カルタブクッキング、同好会系音楽同好会、JRC 同好会、漫画研究同好会ダンス同好会。ありがとうございます。